こんにちは、たくみです。今回は C 言語小数の注意点について解説します。まずは整数型変数の波数の扱いについて。整数同士の割り算で小数点以下の波数が出るとき、小数点以下の波数は切り捨てられます。例えば 5÷2 なら波数の 0.5 は切り捨てられて、演算結果は2となります。四捨五入ではないので注意しましょう。負の数の場合は絶対値の切り捨てで、-8÷3 なら -2 が結果となります。-3 にはなりませんので注意してください。小数点以下が必要な時はフロート型等を使います。結果を格納する変数Cをフロート型にしてみます。これだけだと整数型同士の割り算で波数が切り捨てられるので C には1.0が格納されてしまいます。小数点の演算をするには型変換が必要です。キャスト演算子で A をフロート型にします。これで B もフロート型に合わせて演算されます。C の値が 1.5 と正しい結果を得られました。次は直接定数を入れる場合を見てみましょう。定数は乗数と読むこともあります。プログラムの直接定数記述をリテラルや直置、直定数と呼びます。直定数の型は自動で判別されます。このような記述だと5は整数型と判別されるので、演算結果は 2.0 となってしまいます。このように 5.0 と記述すると、小数型と判別してくれるので、正しく 2.5 の演算結果が得られます。フロート型かダブル型どちらなのか、明確にさせるためには接尾詞を使います。このように、後ろに F か F をつけると、フロート型として扱われます。当然、演算結果は 2.5 になってくれます。設備詞の詳細は別動画とさせていただきます。次は小数型の変数を整数型に代入しましょう。結果は予測される通り切り捨てられて、C の値は2になります。四捨五入したい場合はどうしたらいいでしょうか。これは簡単で、演算結果に 0.5 を加算してから代入されるように記述すればいいです。演算結果は3となってくれます。切り捨てされる場合の例を挙げてみます。期待通り、結果は2となってくれました。基本小数点以下は切り捨てで、難しいことはありませんが、整数と小数の混在時には十分注意しましょう。今回はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や高評価、コメントをもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。